はい、こんにちは、ハルです。今日は武甲山登っていこうかと思います。今ここの1の鳥居というところにいて、こう上がってって武甲山1304メートル、登山を始めてまあ大体1ヶ月くらい、初の1000メートル超えになりますね。今日は新アイテムとかもね揃えてきたので、それがどう影響してくるか。まずね、前言っていたこの辺りの魅力です。ここね、石とか入らないやつとか、商品を説明するときはちゃんと言って、このノースペースのバーブパンツっていうのをね買ってみたんですけど、まあでもこれあるから、あの石入らないやつなくてもこのビラビラでもしかしたら防げそうな気もするんですよ。なんかね、今日ここに来る途中緊張感があったんですよね。ステージ脇で SE 流れてる感じにちょっと似てる。なんだろうね、この感覚。やっぱ武甲山っていうのはこの山自体がもう神の領域というか、神社になっているので、私飯能市民にとってはね、飯能の町から武甲山っていうね、山がずっとね見えるのよ。あの山なんだろうなーっていう、大きい山なんだろうなー、ずっと気にはなっていた存在。はい、これ酔っ払うと落ちるとこね。酔っ払って山登っちゃいけないよ。君に言われたくないな。でね、綺麗な滝もあるよ。登り始めてすぐあるよ。今度からね、この武甲山を今日もし登ることができたら、次からね、飯能の町から、山を見上げるとき、おお、あそこ登ったんだよと思いながらね見れると、それもいいじゃないですか。なんかほんと水が豊富だね。飲めそうなんだけど、飲んで平気なのか。ここで飲んでお腹痛くなったら最悪やん。ニューアイテム紹介すっか。紹介します。その T シャツの方が気になるんですけど。ででべき、これです。さあ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 、これはまあ、あのアルミのにしたんですけど、いろいろ散々悩んでごめんね、あの T シャツの方が気になって何も入ってこない。長さとかの兼ね合いもあって、これね、どうするの、こうやってね引っ張るんですよ。バチッでカチッ、これでもういい、いいみたい。んであとは自分の長さ。自分の長さって何分。自分の長さにこう、これで OK で、こっちもはい、自分の長さ、はいはい、完成。いや、そうか、そう、このさ、腰の紐買うときこれはいらんやろって思ってたんだけど、超便利なのね。ちょっとダサいと思ってたな。では登ってきます。これで登ってきます。出た、また体力の無駄遣い。ね、ちょんま。体透けちゃってるよ。サングラス外したことなんてどうでもよくなっちゃった。あ、撮ってたの。なんだ。言ってよ。しらじらしいわ。はい。今、まあ、お、なんかカワセミいると思ったら、あの、動かないカワセミでしたね、これね。でね、クマ出たってよ。平成30年7月11日クマの情報がありました。危ないよ。鈴つけてないから、ちょっとオットセイ君、歌っててくれるかい、君が。急に言われても。何でもいいから。うん、
歌っててくれる？何の曲歌ってほしい？好きなやつ。好きなやつって言われても。この前歌いかけてたよね。ああ、あれね、てん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 、あれなんだっけ、ラルクアンシェル、フラワー。それよりも、え、何その T シャツ、なんなん？あ、これでしょ。これ見えない、見えにくいか。己の顔だろ。そう、あ、珍しいでしょ、自分の顔を胸に、うん、自分の顔を胸にね、歩いてます。そこまでして売りたいか。いや、売りたいとかじゃないんだけど、例えば遭難して、死骸で発見された時にこれ着てれば、あ、誰かすぐ分かるでしょ。そういうことよ。そういうこと。大杉広場、50分武甲山、1時間40分こうなっております。ちょうどいい、1時間40分ちょうどいい。では行きます。はい、どうやら湧き水飲めそうスポット。なんかもうこうやって、これどう持って帰ってくれなのか、それはこれで持って帰っていいようなのか、ただの重りなのか分かんないんだけど、そしてあのアンパンマンのコップも置いてある。だってこうやって出てるんだから。これ飲めるっていうことですよね。こういう滝があって、不動滝、不動滝。そこでですね、新アイテムの紹介しよう。ニューギア。アイテムなのかギアなのか統一してね。これ何かというと、あの100均で買ったんですけど、こうしてペッ、コップになる、コップになるんですよ。で、すごい勢いが。いただきます。あ、うまい。なんだろう、うまい気がする。その水でコーヒー入れたら美味しそうだな。なんだろうね、うまい。遠くに甘みがある感じで、うん。このコップ便利よね、コンパクト。これになるから、こうやって。でもね、 ここにね、水がね、しばらくすると溜まってくるから、こう飲むときにさーっつって汚す可能性が高い。いやー、これいいよ。不動滝、不動滝、ぜひ。喉乾いたときは不動滝へ。はい、不動滝からほんと数歩歩いてきたとこに、この橋渡るべからずじゃなくて、この橋渡る際なるべくお一人ずつ。絶対ではないのね、これね。まあでも全然大丈夫そう。うん、お、いけるいける。あ、ちょっとまあ揺らそうと思えば揺らせられるぐらいだけど。おお、渡った。あ、そうそうそう。え、戻るの？これ渡って俺何思い出したか知ってる？なぜ戻ってるか知ってる？知らんよ、嫌な予感が。身軽になってんの。さてはまた何か忘れたな。そう、忘れ物してる。よく聞いてたんだよ、忘れ物するやつが多いって。あれの忘れ物が多いって。うん、初めて使って、その日に数分使ってなくすやつがいるって聞いたことがある。さあ、何をなくしたんでしょうか。あ、さっきあれだけ自慢したやつ。さっき自慢してたいいやつ。危ねえ、危ねえぜ。
これは危ないね。使い始めて30分もしないうちになくすやついるか。これは危ねえ。ああ、気をつけなはれや。お前がな。え、ここで終わり？あ、後半もあるので、しばらくお待ちください。チャンネル登録もよろしくお願いします。